テオドール・ファン・トゥルデン作、ヴィーナスとアドニス。テオドール・ファン・トゥルデンは、オランダのバロック期の画家、版画家。ルーベンスとの共同制作が多く、そのスタイルは、ルーベンスの影響を強く受けている。北ブラバント州スヘルトーヘンボス出身。1626年に、アントワープのセール家組合に、親方として登録。ファン・トゥルデンは、画家ヘンドリック・ファン・バーレンの、 娘マリア・ファン・バーレンと結婚した。1621年頃にアントワープに移り、その地で修行する。1631年から1633年まで、フランスに滞在し、フォンテーヌ・ブロー宮殿で、フランチェスコ・プリマティッチオやニコロ・デ・ラバーテ等のマニエリスム芸術の模写をした後、パリで活動した。1634年にアントワープに戻り、 ルーベンスと共に働くようになる。この時期の作品には、1635年に、フェルナンドでアウストリアの入試式典のために、ルーベンスが手掛けた装飾をエングレービングにしたものがある。1637年には、マドリッドのフェリペ4世の資料館、トーレデラ・パラダを飾る、神話画の制作に携わる。1640年に、北ブラバント州に戻り、 市議会からの依頼を多く受けた。ファントゥルデンは祭壇画の依頼やカトリックのパトロンから多くの依頼を受けた。また、政治的なグーイ画を地元のパトロンからの依頼で制作した。また、ハウステンボス宮殿の装飾にも関わった。ありがとうございます。